はい、どうも。ですね、今回は、キャノンから新しく発売される EOS R、こちらについてね、ちょっとね、お話ししていきたいと思います。はい、今回ね、まあニコンからミラーレスが出て、ソニーからも新しい α7-3 が出て、まあ、今フルサイズのミラーレス一眼っていうのはかなり熱が加熱してきていて、まあ、ようやくこのニコンとキヤノンっていう2大カメラメーカーもフルサイズのミラーレスを出してきたということで、もうこれからね、フルサイズミラーレス一眼の時代が来るのかなと思っております。で、僕キヤノンユーザーなんで、やっぱりキヤノンからのフルサイズミラーレス一眼って非常に期待してたんですけど、この発表を見て EOS R 非常に完成度高い上に非常に価格帯もリーズナブルだなと思ったんで、ちょっとこの辺をスペック等を見ながらね、ちょっとお話ししていきます。まず画素数なんですけど、今回の EOS R 3030万画素、まあ、これに関しては 5D Mark IV と同じような、これ 5D Mark IV 僕が持ってるカメラなんですけど、まあ、このカメラね、一眼レフカメラのハイアマチュア機って言われてるものですね。まあ、これと同等ぐらいの画素数を備えている。で、さらに、連写性能なんですけど、連写性能が EOS R 8コマになってますね。で、まあ、もちろんデュアルピクセル CMOS っていうのを採用していて、常用ISO感度が100から4万円まで上がっています。 5D Mark IV に関しましては常用ISO感度が100から3万2000だったので、まあ8000近くね、常用 ISO 感度っていうのが上がりました。まあこの辺に関しては ISO 感度ノイズの感じっていうのがどんなものなのかっていうのは正直まだわからないところであるんですけど、 5D 使っている限りでは3200、4000あたりぐらいまでは全然余裕で使えるものになってるんで、まあそれぐらいのレベル以上にはなってるのかなと思います。で、映像エンジンが、まあ、最新の DIGIC 8っていうものを積んでますね。で、まあもちろんこれ 4K の、まあ、30fps も撮れるようになっていますね。まあ、4K、今回のあのキャノン機に関しましては、まあやっぱりどっちかというとスチルメインで使われる方に向けたようなスペックになっていて、動画を撮影したい、撮影がメインの方に関しては、まあ今まで言われている通り、ソニーの α7S とか、ああいったシリーズを使った方がいいのかなっていうふうに個人的には思います。で、まず一つ、僕が一番ミラーレス機でちょっと気になっていたところが、ミラーレス一眼って一眼レフカメラと違ってこのミラーがないんですね。ここのミラーがミラーボックスっていうんですけど、ミラーがあって上にペンタプリズムっていうものがありまして、そこに反射させてファインダーから像を結んでそれを見るというのが一眼レフカメラの構造なんですけど、ミラーレス一眼っていうのはこのペンタプリズムとミラーっていうのを省いて直接センサーに映し出されるものをこのファインダーというものの中にね、ちっちゃい液晶っていうのを入れて、写真を撮るような構造のカメラになってるんですけど、どうしてもこのミラーがないことで、今これセンサー見えてはいないんですけど、要はミラーがあると基本的にセンサーって見えない状態でゴミとかもつきにくかったりするんですよ。ただミラーレス一眼ってレンズ外すといきなりセンサーっていうのが見えるような状態になっていて、やっぱりゴミとかがつきやすいんですよね、一眼レフカメラと比べて。ただその辺キヤノンはやっぱり考えられていて、キヤノンの一眼レフカメラってミラー上げて、これまだセンサーが見えてないんですよ。これ何、黒い膜何かっていうと、シャッター膜、要は写真撮るときに下ろす膜なんですけど、これが電源オフの状態のときにはもう降りてる状態なんですね。なんでミラーとこのシャッター膜二重でセンサーまでの、ゴミを防いでいるわけじゃないですけど、入りにくいような構造になってるんですね。で、キヤノンのミラーレス一眼 EOS R に関しては、やっぱりまあこのミラー機構はないんで、もちろん
出てくるのはセンサーになるんですけど、この EOS 5D と同じようにシャッター膜っていうのが電源を落とした状態でレンズを外すと、シャッター膜っていうのが降りてる状態で出てくるんですね。こんな感じで、でこれってソニーとかのミラーレス一眼には確かなかったんですよね。もう要はレンズ開けたらすぐセンサーっていうような構造で、 35mm のフルサイズセンサー、すごいでかいセンサーがもうここに直接出てきてたんですよ。でそれがすごい僕が嫌で、でシャッター膜って絶対どのメーカーどこのカメラにもあるはずなんで、なんでそのシャッター膜を下ろした状態で電源をオフにすることができないのかなって疑問に持ってたんですけど、ここはやっぱりキヤノンよく考えられてますね。ここのシャッター膜を下ろした状態で、電源オフの状態の時はレンズ交換ができるようになってると。でもう一つ僕がすごいいいなって思ったのが、低輝度限界マイナス、低輝度限界 EV マイナス6っていうものなんですけど、これ何かっていうと、低輝度限界っていうのが、暗い場所でピントを合わせられる、指標のことを言うんですけど、 5D に関しては、マイナス3なんですね。これが EV マイナス3低輝度限界なんですけど、EOS R に関しては他のカメラでも多分ニコン、ソニーでも全然なかったと思いますね。マイナス6まで、暗い場所で撮れるようになっていると。でこれやっぱすごくて、マイナス3のこの 5D でも正直かなり暗い場所でピントがガッとしっかり合ってくれるのは迷わないんですよね。まあ、夜景だったりとか 星はちょっと無理ですけど、あとはそのマジックアワーちょっと薄暗くて暗くなり始めてる時間帯だったりとか、まあ、あと一番多分試しやすいのは水族館とかの水槽ですね。水族館の明るい水槽とかだったら全然ピントって合うと思うんですけど、ちょっと薄暗い感じの水槽とかだと正直マイナス3とかないともうオートフォーカス合わないです。深海の水槽とか、あとはクラゲのちょっと薄暗い水槽とか、そういったところでマイナス3っていうこの低輝度限界の AF っていうのは合ってたんで、それ以上になるとなると、それよりも暗い場所なんで、もう下手したら星でも合うんじゃないかなっていうぐらい正直、期待はしてますね。で今回、まあ、ミラーレス一眼で非常に即拠点も増えて、オートフォーカスのエリアもやっぱりソニー同様かなり広いです。なので基本的に、まあ、四隅はちょっと入らないんですけど、それ以外ほぼ全域で AF を合わせることができる。でしかもキヤノンのその EOS R に関してはこのこれまあ 5D なんですけど、これの肩の部分に、コントロールのパネルみたいなものがついていて、要は覗いた状態でそこのパネルをこうやって触ると、この電子ビューファインダー内でオートフォーカスのポイントっていうのを動かすことができるんですよ。なんでこれはEOS の M6 とかにも搭載されてた機能です。まあその場合は液晶をタッチしてオートフォーカスポイントを動かすような作りになってたんですけど、今回もそれが液晶ではなくなって肩にそういった独立した、パネルっていうのがついて、よりねコントロールしやすく直感的に操作できるようになっているのかなと思います。まあ、これ非常にいいところで、まあ、一眼レフカメラってどうしてもミラーレス一眼に比べて AF のエリアだったりとかターゲット数って少ないので、そこはもうミラーレスがかなり勝っている点なのかなと思います。なんでファインダーを覗きながら、例えばそのちょっと細かい端っこの四隅だったりとか上の方だったりとかにもピントを簡単に合わせるように合わせることができるようになってます。なので非常にその何ですかね、結構あるんですよね、端っこの方にピント合わせたい構図だったりとか。やっぱり中心だけだと、もちろんそのフォーカスロックしてずらして撮影するっていうやり方っていうのはもちろんあるんですけど、どうしてもF 値が開放の 1.2 だったりとか、もそれぐらいの明るさのレンズになって開放で撮ろうとするとやっぱりずれちゃうことってあるんで、まあその辺はちょっとまあ助かるのかなっていう気はしますね。で
今回、ソニーのカメラって非常に瞳オートフォーカスっていうのが、フューチャーされてたと思うんですけど、今回キヤノンにも瞳オートフォーカスっていうのが搭載されました。まあ、この機器に関しては正直まだ実機が触れない状態なんで何とも言えないんですけど、まあ、ただ今回のこのカメラの仕上がりを見る限りそこまで粗末なものじゃないのかなっていう気はしてるんで、最悪瞳オートフォーカスがまあそんな信用できなくても、さっきのこのパネルを使った AF コントロールで瞳に合わせることはできちゃうんで、まあその辺はまああんまり心配することでもないのかなと思いますね。まあ、正直そのミラーレス一眼って一眼レフカメラに比べてバッテリーの持ちっていうのが非常に短くて、連続撮影枚数っていうのが今回の EOS R で300枚ちょっとなんですね。で 5D Mark IV に関してはおそらく800ぐらいだったかな、確か。なんでまあ2、3倍ぐらいの容量の違いというか撮影可能枚数の違いがあって、いつも通り一眼レフカメラを使っている人からすると結構バッテリーの持ちは減りが早すぎるんじゃないかなっていうふうに感じますね。で今回 EOS R に使われているバッテリーっていうのが 5D Mark IV であったりとか 6D Mark IV に使われている LP の E6N ってやつですね。なんで元々一眼レフカメラでキヤノンを使っていた方なんかはもうそのままバッテリーが使えるので、そこは非常にいいですよね。正直もう一つ気になっていたのが、ニコンのフルサイズミラーレス一眼シングルスロットだったんですけど、キヤノンに関してはこれシングルスロットなのかなというのがちょっとわからないんですよね。で一応その機能のところを見てみる限りは、CF には対応してなかったです。 SD カードだけだったので、おそらくカードスロットカバーを見る限りはシングルスロットなのかなという気はしますね。まあ、これはちょっと残念なところであるんですけど、おそらくこの辺をバージョンアップして次の後継機を出してくるのかなと思います。でまあやっぱり今こうやってソニー、ニコン、キヤノンとフルサイズミラーレス一眼が出てきて、一眼レフカメラからかもう買い替えてミラーレス一眼にシステムを移行しようって思ってる方とか、移行し始めようって思ってる方も結構いると思うんですけど、どうなんでしょう。まだ僕全然そのミラーレス一眼って使ったことなくて、オリンパスの OMD EM1 Mark II ぐらいしか使ったことなくて、あのカメラちょっと正直個人的には使いにくかったんですぐ売っちゃったんですけど、今回のキヤノンのこのカメラに関してはどうなのかなっていうのはちょっと気になりますね。じゃあ今までフルサイズミラーレス一眼を選択する上でソニーしかなかったわけなんですけど、これからじゃあどう変わっていくかっていう、まあ、個人的にはソニー、ニコンに行く人がすごい増えるんじゃないかなって思います。でなんでかっていうと、まあもちろんまだね、あのキヤノン、ニコンのレンズ群っていうのは、ミラーレスに直結できるレンズは少ないですけど、もともとのレンズがアダプターをかませれば使えちゃうんで、レンズ群に正直そんなに差はないと思っていて、でこれからレンズをどんどん、新しいレンズを出していくと思うんですけど、正直 E マウントの、ソニーのレンズってかなり限界が見えていて、マウント径がやっぱり非常に小さく作られてるんですよね、コンパクトを重視するあまりに。でそうなってくると明るいレンズを非常に出しにくいし、出そうと思った時におそらくレンズの値段っていうのが非常に高騰してくるんで、これからね多分ニコンが発売するって言ってる 0.95 の単焦点レンズだったりとか、ソニーが、じゃあキヤノンが出そうとしている 28-70 の F2 透視のズームレンズだったりとか、明るいレンズっていうのがどんどんこれからミラーレス一眼で増えていくのかなって思うんですけど、ソニーに関してはその、レンズたちに対抗を正直するのって難しいんじゃないかなって思うんですよね。そのマウント径がやっぱりソニー、ニコンとキヤノンに比べてすごい小さく作っちゃってるので、まあこれからニコン、キヤノンがもうやっぱり一眼レフカメラ同様ミラーレス一眼の市場もどん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 シェアを広げていくのかなって思いますね。あえてソニーを選ぶ理由ってもう正直そろそろなくなってきてるんですよね。ソニーはまあボディ内5軸テーブル補正っていうのを採用していますけど、
まあ、ニコンも採用していて、キヤノンもまあ同じようなあれではないんですけど、まあ手ブレ補正はしっかりと効くようには設計されてるんで、ソニーの強みって多分動画ムービーぐらいになるんじゃないかなって思いますね。レンズに関しても正直ソニーのレンズがズバ抜けてレベル高いかって言われたら全然そんなことないと思うんで、これでねもうあのオールドレンズをフルサイズで使いたい方なんかはもうニコン、キヤノンに全然移行しちゃっていいと思うんで、これからねあの非常にいいですよね。選択肢が増えるというか、もうこの EOS R 自体も価格が23-24万ぐらいらしいんで、ボディのみで非常に安いです。びっくりしました。あの 5D Mark IV って発売当時40万近くしたんで、それと同じぐらいの正直見る限りスペックなんですよ。なんでもうこの EOS R で、ミラーレス一眼の顧客を掴んで、そこからもう、キヤノンユーザーにしていく、いこうっていうキヤノンの思惑がねちょっと見えたりもするんですけど、まあね、ちょっと自分も正直この 5D から EOS R に乗り換えちゃいたいなーなんて思ってたりしてるんですけど、まあちょっと今のところその辺はちょっと分かんないですね。ああそうだ、あとね防塵防滴機能、要は雨の中とかで使ってもカメラが大丈夫かどうかっていう話なんですけど、まあしっかり EOS R にも防塵防滴加工っていうのがされていて、おそらくシーリングの処理はニコンの方が上なのかなっていう気はしますね。でニコンに次いでキヤノン、ソニーぐらいなのかな。まあその辺は多分そのプロのユーザーがキヤノンの EOS R を使うにつれてフラグシップ機的なモデルを増やしていくのかなって思います。なんでまあ非常にね初めてのフルサイズミラーレス一眼としてはよくまとまっているカメラだなと思いました。さすがキヤノンですね。マーケティングがうまいというか、なんでこれからちょっと、パナソニックのフルサイズミラーレス一眼も含めて、まあ、非常に楽しみなカメラ市場となっていきそうです。はい、で今回はねこんな感じで、新しく発売されたキヤノンのフルサイズミラーレス一眼 EOS R についていろいろお話ししていきましたが、これぐらいで終わろうと思います。それでは。